パウツクプパウツクツクプツクプス。ホリエモンチャンネル。はい、ホリエモンチャンネル、なんと梨園にやってまいりました。梨だよ、ね。いらっしゃいませ。ホリエモンチャンネルも結構長い間やってるんですけれども、初めての果物狩りにやってきました。本日はですね、宇都宮にあります阿部梨園さんに遊びに来ております。はい。はい、ということでゲストをご紹介します。阿部梨園の三代目阿部秀夫さんと、そしてマネージャーの佐川智彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあオープニングからもうだいぶ梨がなっているのが伝わると思うんですけれども、ね、まずはですね、畑の案内からしていただければと思います。はい、よろしくお願いします、はい。はい、ありがとうございます。こちらに見えてる梨はニッコリという品種でして、うん、初めて聞いた。はい、栃木県で開発された品種で、でかいっすよね。はい、1キロぐらいはありますんで、はい、まず見た目でびっくりしていただいて、はい、であと1個特徴があるんですけども、冷蔵庫とかに入れていただければお正月もお召し上がりいただけます。今収穫した、今収穫したものを冷蔵庫で貯蔵しておけば2ヶ月とか3ヶ月持つんですか。はい、え、そんな持つんですか。はい、すごい、はい、他の品種は本当に 2,3 日くらいしか持たないようなものもありますので、はい、はい、それに比べれば長持ちですね。それなんでなんですか。それはもともと親になっている品種がそういう特徴、日持ちのいい品種なので、それを受け継いだ形になると思いますね。いや、でかいよ。こんなでかいなし初めて見たわ。大きいですね。栃木県以外だとあんまり栽培されてないんですか。栃木県で開発されて、はい、ここ、2、3年前にどこの県でも作っていいっていうオープンにはなったんですけども、うん、それまでは栃木県で、はい、種苗法の関係ですね。はいはいはい、はい、いや、すごいな。これぐらいの大きさになるまでにどれぐらいかかるんですか、はい、この木は。はい、木は木自体は今20年ぐらいになってます。植えてから。うん、はい、それにっこりが。はい、そうです、はい、この木のは20年ぐらい経ってますね。継ぎ木とかするんですか。あ、はい、はい、元は違う品種だったんですけども、はい、こういうのがちょっと分かりやすいかもしれないですけど、あ、これは切って前あった違う品種の名残ですね、この切り口が。なるほど、なるほど、はい、でここにあった部分が減って代わりのニッコリが伸びてきたっていう。ニッコリは何箇所かにやるんですか。そうですね、大体一般的に梨は 4本とか3本ぐらいのこう骨組みの仕立てをするのが一般的です。継ぎ木したら先にはニッコリがなってくるんです。はい、はい、そうです。はい、まあでも大体普通だよね。果物は大体継ぎ木だ、はい、そうですね。そう、大体親の木が結構強い品種で、はい、あ、そういうことなんですか。うん、だから例えばみかんとかだったらカラダチっていうめちゃくちゃ強いやつを下にベースに置いて、でみかんを継ぎ木。あ、そうなんだ。え、じゃあこの元になってるやつが日持ちする品種だったと。いや、それ関係ないからね。あ、それはそれはニッコリの親が、はい、親が、親か、うん、あ、じゃあそれも、じゃあもう20年も、はい、この木、そうですね、20年ぐらいは経ってます。で、それぐらいやっぱかかるんですか。はい、そうですね、ちょっと奥に見えます木はあれはまだ植えて2年目ぐらい。あ、でも2年でも結構でかいですね。あ、ごめんなさい、間の細い木ですか。あれか、間の、はい、あれか、あれ、はい、2年であれ、はい、まだ全然もうちっちゃいんで。ちゃんと梨が取れるようになるまでどれぐらいかかるんですか。ちゃんと取れるまではやっぱり5年10年かかってしまいますね。あ、はい、もう柿とかと一緒だ。あ、もう3年、柿8年。はい、あ、もう本当にそれですね。へー、はい、じゃあ長いんだ。時間かかる、時間かかるんですね。梨が取れるようになるまで、はい、へー、俺はあれだから、好きな果物ベスト3だから。ありがとうございます。いや、それ今は1位でしょ。今、今1位です。ありがとうございます。今、こう1位になってます。はい、ありがとうございます。そこは大人の対応するんですね。今は1位だ。今1位になってます。嬉しい。1位の座を守れるようにしないといけないですね、このまま。嬉しい。この、阿部梨園さんはどのくらいの広さあるんですか。はい、2.6 ヘクタールなので、東京ドームの半分よりちょっと大きいくらいっていうような表現を。それは梨園としてはどうなんですか。標準的な梨園よりは大きいですね。あ、そうなんだ、はい、まあでもこれ梨園やろうと思ってもすぐはできないですよね。だからですね、はい、だってね、そ、取れるようになるまでも最初の頃はだから10年間ずっと投資し続けるってことですよね、はい、そうです、言うたら、はい、そうですね。
もうなってるやつを持ってくるわけにもいかないですもんね。やっぱり棚の中にこの大きい木は持ってこれないんですね、なかなか。売れるようになったからって言って急に2倍3倍っていう面積にはなかなかならないのが、そうですね、果物の辛いところですね。ぐらいになったんですか。あ、そうですね。これ植えて20年、この北地が一番、この広さですか。40年ぐらいです。はい。結構よく考えたら大変な商売ですね。ですね。ね。一旦作ったものとかもったいないですよね、逆に。はい、そうですね。何年ぐらい持つんですか、逆に。40年ぐらいは大丈夫です。あとことは10年投資して、残り30年間収穫して、なんか元を取っていくみたいな。そうです、そうです。その間の流行り廃りとかもあるので、大きくなった頃に次の有力品種とかが出てきちゃうと、また難しかったりもしますね。ですよね。それどうするんですか、大変ですね。食べて、何て言うんですかね、こう先を見越したっていうところですかね。10年後なんか分かんないですよね。そうぶっちゃけ、ね、ぶっちゃけ分かんない。分かんないですよね、何流行るかなんて。確かに。新しい品種が出たらいろんなものとにかく実験的に試して、良さそうだったらそれを増やしていくような感じですね。はい、まあでもそう考えると果物の中で一番時間かかりますね。時間はかかりますね。まあ、あとブドウとかか。はい、リンゴとかも時間かかります。うわ、ブドウリンゴですかね。はい、そうですね。ブドウリンゴも時間かかると思います。ああ、そうなんだ。で考えたらブドウ狩り。ブドウの方が早いと思うよ。つるだもんあれだって。ああ、そうですね。ブドウ狩りやばありますね。リンゴは大変そうですよね。リンゴは大変ですね。気になってからもやっぱり台風とか、そういったところの自然災害は。梨もそうでしょうね。はい。でも梨はこういう棚に仕立ててあるので、こういう固定するところが多いので、台風とか、まあもちろん被害はあるんですけども、もリンゴとかよりは少ないと思います。ああ。はい。そっか、固定できるとね。うん、はい。確かに。なるほど。やっぱ難しいんだね。そうですね。ぶっちゃけ俺リンゴより梨の方が好きだからね。ありがとうございます。いやでも私もリンゴと梨比べたら梨派ですね、断然。嬉しい。断然梨派です。じゃなかったら来ないよね。宇都宮まで。今まさに全部収穫時期って感じですか。はい、今取れてきてる時期で、大きさで取るのではなくて、色がこう濃くなってきたオレンジ色に近づいてきたものを収穫するというような形なので、はい、こういうのですか。あ、そうです。あ、いい色ですね。ね、もいちゃっていいですか。あ、もう。ぜひ。どうやってもぐるんですか、これ。上に持ち上げるような感じですかね。はい、ちょっといいですか。上に持ち上げる。はい、こう、はい。どうやったら取れるの、はい、あー、取れたー、イエーイ。なし、これはいい絵だよ。これはいい、ありがとうございます。いい絵だよ。いい、嬉しい出汁ですね。顔と同じぐらい。おー、確かに同じだ。同じ顔だ。手に、持てないでしょ、手で。ちょっと待ってください。手のちっちゃい子。あ、重っ。片手で、無理やり片手で持ってる。いやー、でっかー。でかいよ。いい色。今日、はい、今日明日の色ですね。すごいよね。重い。これ味はどうなんですか、はい、味はですね、糖度は13度とぐらいあるので、梨の中では高いです。それで食感もシャリシャリしてまして、先ほど言った日持ちもいいので。どうなんですか、その梨の人気っていうのは何で決まるんですか、はい、だから有名なのってやっぱ香水とか、20世紀とか、はい、有名じゃないですか。はい、食感っていうお客様多いですかね。確かにシャリシャリ。シャリシャリ感大事ですよね、梨って。だって俺子供の頃ってまだ20世紀梨がメインで、ね、鳥取県産でしたっけ。私香水だったな。いや、それは世代違うからね。なんか本当筋トレできそうなぐらい重いです。本当に女性の方だと本当に。こうやって。1キロ近くあるわけでしょ。はい、持つとプルプルしますもん。プルプルする。1キロ。プルプルダンベルだよ。1キロのダンベル。いや、ほんと、これ筋トレできるわ。すごいね。へぇ、こんなでかい梨があるんだね。あとでちょっとね、実際食べさせていただきましょう。実際その、人気とかって、あるんですか、このにっこり。あ、にっこり、やっぱり、今の時期は、一般的に梨は少なくなってきてる時期なので、珍しいっていうところと、先ほど言った特徴が
あの甘いとか、うん、あの日持ちがいいとかっていうのがあるので人気あります。うん、はい、あとはお歳暮にも間に合うので贈答用でもご利用いただきますね。なるほどね。でもこれ確かにお歳暮とかでもらったらめちゃくちゃ嬉しいですね。うん、なんか嬉しいね。なんか嬉しい。でかい、まあまあ食うもんね、言うても、うん、果物はなんだかんだ食べるもんな、ね。うん、いや、いいな、嬉しいな、これ。おー、いい。あとね、他にもたくさん作られてるんですよね。はいはい、じゃあちょっと移動して、はい、移動しましょう。はい、案内してください。はいはいはい、本日はここまで。宇都宮にあるあべなし園に遊びに行きました。あべなし園は3代目の阿部秀夫さんと東大卒マネージャー佐川智彦さんの2人で経営改革を起こし、今では 99% 以上を直売のみで売り切るという今注目の個人農園です。その改革ノウハウは一般公開されており、農家でなくても参考になること間違いなし。ぜひチェックしてみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。ライオンウェブに食べたケーキは